はい、以前にカーネーションを作りましたが、うちの子がカラーセラピーという資格を持っていて、各イベント会場に出かけて、そこへ私の粘土の作品を置いてあったら好評で、売り切れてしまったので、またオーダーが入りましたので再度作ってみると思いますが、ちょっと簡単な方法を思いついたので動画にしてみました。まず花芯です。18番ワイヤーをフックして2センチぐらいの花芯を作っておきます。そして1枚目の花びらをよく練った粘土、そうですね、2センチ玉ぐらいです。このくらいですね。ちょっと色薄いですが、これをクリアファイルに挟んでプレスします。プレスしてこのくらいしか伸びませんので、伸ばし棒でだいたい直径5、6センチぐらい、今とこれでだいたい5センチですね。もう少し大きい方がいいので広げていきます。ちょっと縁を押さえながらくるくる回すと綺麗な円ができます。そして、まあ、だいたい最後に縁は指でなぞって薄くします。でこれをですね広げて、この細工棒で縁を斜めにして、ちょっといやらしいほど引っかくような感じなんですけど、こうしてちょっと雑ですが一周一周引っかきます。でなんか汚ったらしく見えんですが、これが意外といい感じになっています。やるときはもう少し丁寧にやってもいいと思います。引っかくような感じ、引っかき出す感じで、葉っぱとかにこういうやり方使いますよね、バラの葉っぱとかに。そんな感じで、だいたいこんな感じでボロボロになる感じですね。そしてこれを取ります。ちょっと粘土が柔らかいのでくっついていますが、そしてこれを2センチぐらい切り込みを入れて8等分にします。それで両脇に4等分、反対側も半分にして、また半分にして半分、これで8等分、6等分でもいいと思いますが、そして細工棒で広げていきます。粘土はすごく柔らかいので本来ちょっと置いといた方がいいと思いますが、細工棒でフリルをつけながら口を押さえながらやるといいと思います。意外とズボラの私に向いています。丁寧にやりたい方はっていうか、丁寧にやった方がいいと思います。話しながらやってるとあんまり上手にできませんし、ちょっと練りたての、粘土なのですごく柔らかいです。こんな風にひだが入ります。ち
と電気消してみましょう。暗すぎて見えないですね。とあのくらいにして、ひだひだがこんな感じで入りました。これちょっとしばらく置いておきますが、ちょっと真ん中に刺すので、こうして置いてきます。そして下心にボンドをつけます。一旦ボンドをつけてすぐにやらない方がペタペタしなくていいし、一度つけたボンドは1週間ぐらい効果あります。そしてここの間に入れていくんですけど、ちょっとしばらく置いてみますね。ちょっと待ちください。はい、10分ぐらい経ったのでだいぶ形が良くなってきました。で、先ほど言った家臣にここにボンドにってありますね。そして花びらの真ん中に穴が開いてますので、花芯の後ろから後ろに刺します。刺すとこんな感じになります。こうですね、こんな感じになって、ちょっと犬の毛がついてしまいました。取れない。とりあえずですね、これを手でぐちゅっとそっと押さえるような感じでします。この元だけはしっかり押さえてあげます。反対側にするとこんな感じになりますね。この開きぐらいは、ここは最初の1枚目なのでちょっと閉じ気味で、で先ほど引っ掻き出した感じがいい感じになってると思います。簡単ですよね、これでやると。あともう1枚、一回り大きいものを、これが乾いた時点でもう1枚ここに乗せるとかなりボリューミーな感じになります。ここの閉じ具合はこうして挟むような感じ、これがいいと思いますね。こんな感じですね。ちょっとひだができるような感じ、あまり規則正しいようにランダムがいいと思います。はい、以上です。